飛リは、有村産業が運行していたフェリー。有村産業初のカーフェリーとして、三菱重工業下関造船所で建造され、1974年12月18日に、大阪の派航路に就航した。1985年、中国の中日国際林渡し有限公使に、売却され、元人となり、1985年7月6日に、 上海大阪航路に就航した。就航後1年間で104航海を行い、旅客1万5000人、貨物6万4000トンを輸送した。1994年、新安人の就航により引退した。その後、フィリピンのスルピシオラインズに売却され、プリンセス・オブ・ザ・パラダイスとして就航したが、2010年に解体された。船体は A。 E デッキの互層構造で A、C デッキと E デッキが旅客区画、C デッキ後方と D デッキが車両搭載区画となっていた。ランプウェイは右舷前方と線尾に設置されており、D デッキに接続していた。D デッキから C デッキへは船内の可動式スロープで連絡していた。また、右舷前方のランプウェイは整流のため外側に非水密式の水切り扉が、 設けられていた。パブリックスペース教職設備入浴設備娯楽設備1982年11月13日14時24分頃、那覇港から大阪南港へ向かっていた元船は、室戸岬灯台の北北東約19海里の地点で漁船新英丸と衝突した。衝突により、本船は右舷船尾の外反に作家称を生じ、 新英丸は、選手ホースピット先端部を圧壊切損した。事故原因は、両船が互いに進路を横切り衝突の恐れがある状況で、高速力で航行中の元船が、前路を左方に横切る新英丸の進路を早期に、避けなかったことで発生したが、新英丸が、他線の動向についての見張りが不十分で、疑問信号を鳴らさず、衝突回避の協力動作を取らなかった。 こと一員とされた。ありがとうございます。